ポーランド民謡による大幻想曲作品13はフレデリック・ショパンが作曲したピアノと還元楽のための楽曲。ショパンは2曲のピアノ競奏曲の他にピアノと還元楽のための楽曲を4曲作曲しており、この作品はその2作目にあたる。作曲が行われたのは1828年から1830年に、 かけてであり、競争的作品の一作目となった、ラッチ・ダレム変装曲が、ロベルト・シューマンに激賞されて間もなく、世に出ることになった。さらに同年には三作目の競争的作品となる、ロンド・クラコビ役が続く。ショパンの競争的作品にしばしば見られるように、この曲においても還元楽の扱いは、巧みなものとは言いがたく、単に楽曲内の部分同士をつなぐ役割を担って、 いるに過ぎない。楽曲のタイトルに示されるように、ショッパンはポーランド民謡や同郷のカロル・クルピニスキの主題を織り込んでおり、民族色の強い仕上がりとなっている。1834年に出版された送付には、ピアニストのヨハン・ペーター・ピクシスへの掲字が掲げられている。約15分ピアノ独奏、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、 トランペットに、ティンパに、言語部曲は、連続して演奏される4つの部分で構成される。出典。ありがとうございます。